なエコロジープライナーの南城市の記者発表を行いたいと思います。私の司会を務めさせていただきます。大会事務局のフィナタイムズ広報局の時津と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず記者発表に先立ちまして、南城の皆様をご紹介させていただきます。継承は省略いたしますのでご了承ください。まずはじめに、本大会実行委員長の小田圭司の南城市長、はい、よろしくお願いします。副委員長、有垣康史沖縄タイムズ社広報局長、はい、よろしくお願いします。同じく副委員長、森平次沖縄県サイクリング協会理事長、おはようございます。続きまして、大会局長、具志堅経営局長、具志堅です、よろしくお願いします。そして本大会、第1回大会から全面的に支援いただいております特別協賛社パビックグループリーチホテル南城の久山志賀物総支配にもご出席いただいております。ありがとうございます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。では記者発表に移らさせていただきたいと思います。まずはじめに執行委員長、こちら弊社よりご挨拶いただきたいと思います。委員長よろしくお願いいたします。はい、皆さん本日は大変お忙しいところ、本大会会社の記者発表にご出席を賜り誠にありがとうございます。さて、サイクリングとウォーキングを同時に楽しめるスポーツの祭典、こちらはエコスピードライドエンドウォーキング南城市が2015年2月22日の日曜日に開催することが決定をいたしました。本大会は遊園地ホテル南城を発着点とする大会で、ライド部門では本島南北半月型親子で楽しく参加できる3コースを多く、ノルディック部門では5コースを設定し、そのうちの7キロコースではパークゴルフも楽しめる新たなコース設定を行いました。順位やタイムを競わない、誰でも気軽に参加できる環境に優しく健康増進に寄与する大会となっております。またコース上の世界遺産聖畑や鈴木では案内ガイドを配置しており、初めて参加される方やリピーターの皆さん方にも南城市の魅力を感じていただけるコース設定となっております。大会のロゴマークエコスピリットは琉球王朝の聖地巡礼や環境保護エコの精神スピリットを伝えていきたいという思いを表しております。また自然に対する意見の念を持ち、祖先を敬い伝統行事を継承していくこともエコの視点の一つであります。エコスピリットには沖縄の精神文化を大切にする心を育み、環境保護の実践につなげたいとの願いが込められております。このため遊園地ホテル南城で開催されるご依頼交流祭参加者へはマイ箸マイカップ等の持参を呼びかける取り組みを行ってまいります。ご依頼交流会祭では地域特産品を主要した料理や盛りだくさんの催し物を用意して、多くの参加者並びに関係者の皆さん方のご参加を心よりお待ち申し出しております。結びになりますが、本大会を開催するにあたりコースに設定されております関係各市町村並びに物心両面からご協力を賜りました特別協賛のカピック様、特別協賛を賜りました遊園地ホテル南城様をはじめ、本イベントをこれまで支えてこられた協賛企業をはじめ多くの方々のご協力に対し、衷心より感謝を申し上げますとともに、参加者の皆様方には琉球開拓神話の地南城市の景観や自然、歴史、文化を体感していただき、楽しい思い出作りができる大会となることを記念し、大会実行委員長の挨拶といたします。平成26年12月4日、2015、沖縄エコスピードライドエンドウォークイン南城市、大会実行委員会会長、小田圭司、よろしくお願いします。ありがとうございます。小田委員長、どうもありがとうございました。続きまして、大会の概要について、具志堅大会事務局長にお願いします。皆さん、お配りのプレスリリース、大会概要と、その他の資料をお参照ください。はい。それでは私、具志堅の方から、説明させていただきます。お手元のですね、資料のに、実施概要に沿ってですね、ご説明をします。まず、大会名称、2015沖縄エコスピリットガイド、エンドウォークイン南城市。
開催の日時が2015年2月の22日日曜日、時間が朝の7時30分から午後の15時までです。開催の場所が沖縄県南城市および周辺の市町村で行います。大会会場がスタート、ゴールとも由利地ホテル南城になります。主催が沖縄タイムスター、共催が南城市、主幹がですね、エコスピリットライトエンドオーク大会の実行委員会、構成団体が以下の示した通りになります。特別協賛としまして、タピック様と特別協力として、ユニチューブ店南城です。公演につきましては、日本最強協会のほか、多くの団体の皆さんから講演をいただいております。本大会の募集期間が、2014年、12月5日金曜日から、2015年の1月の23日、金曜日までです。募集の定員が1400人、代表が、300人、多くが1100人になります。設定の種目ですが、8種目ございます。お手元の資料の4ページをお願いします。材料の部分で、3競技、A から C までございます。昨年までは4コースを予定、4コースで実施をしておりましたが、今回、100キロのコースを廃止をしまして、南城市周辺の完結型という形にしております。ライド A から C までを予定をしております。オークノルディック部門につきましては、オークで A から C までの3コース、ノルディックで A から D までの2コースです。昨年のコースと数は変更はございません。昨年とですね、大きく違った点について少しご説明をさせていただきます。先ほど説明しましたが、概要の部分で100キロコースを廃止をしております。それとオークとノルディック部分で、実行委員長からもお話がありましたが、20キロコースと7キロコースを変更しています。20キロコースにつきましては、昨年までは西大滝を通過しまして、佐敷地域に向かっておりましたが、今回は西大滝と玉城中中神社、勝ちの花神社を通るコースに変更しています。それと、7キロのコースにつきましては、新たに、パークゴルフのコースの中に設定をしまして、家族の皆さん、これを連れて、パークゴルフを楽しみながら、オーク・ノルディックをするというコースに変更させていただきました。以上で、概要の説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。本大会の概要について質問や問題があれば、何か今日メッセージまでは出ますでしょうか。ライブに関してはお取りしたパンフレットのライブの多くのライブに関しては詳しいのライブに関してはこちらの受付ちょっと何か仕事を見て分からないと、どうあれば。ちょっといいですか。はい。追加の説明になるかわかりませんが、今回のサイクリング、いわゆるライド部門について の、考え方なんですけれども、今全国でこのサイクリングが非常に盛んになっておりまして、
いろんな地域で地域おこしに新しいリサイクリングが生まれております。で、今年の大きな特色はしまなみ海道という四国と広島、愛媛県と広島県を結ぶ自動車のいわゆる架橋をですね、開放してサイクリングをしたということで、やっぱり7000名ぐらいの人が集まった大きな大会がなされたんですけれども、まあ特にこれは愛媛の知事がですね、非常に熱心にやっておりまして、愛媛の知事、松山市長、今治の市長とかですね、あるいは広島側の知事や尾道の市長なども全部自転車に乗って参加して、大変盛り上げております。まさに地域振興に供するという形でですね、全力を挙げてやったということで、この波及がいろんなところに起きておりまして、非常に部分活用としております。で、沖縄においても約6つぐらいのサイクリングなどの自転車のこの大会がありましてですね、それぞれいろんな特色があるんですけれども、それほど沖縄はレースが非常に盛んでメインでありますね、今4500名ぐらいの規模に成長してきたんですが、それから1月に行われます美ら島沖縄センチュリーランというのはロングライドということで160キロ走るというようなことで、長い距離走る人を目的にしております。こういう大会に続いてこのエコスピットライドをやるんですけれども、このライド部門に関しましては地域密着型でゆっくり、短い距離ですけれどもゆっくり走ってですね、地域をもっと知ろうというような形で、どちらかといいますと鶴岡沖縄や美ら島沖縄に比べるとその初心者を集めようというような目標を持ってですね、やっております。まあそういう中ですから、今回のプログラムにはですね、必ず自転車の安全な乗り方教室をですね、各コースに取り入れましてですね、50キロのコースも小高島のコースもですね、出発前に、安全教室をやるというような形でですね、初心者でも参加できるというような形で、やっていきたいと。で、従来、ともすれば3つの大会が似たような走りをやっておりましたんですけど、だんだんそういう面でそれぞれの特色を出していきますのでですね、入門型としてですね、大変な期待をいたしております、ね、安全に楽しく走れるように、また地域のいろんな名所や旧跡などをですね、訪ねながら走っていくというような形でですね、楽しみたいと思っておりますので、まあ、よろしくお願いいたします。委員長どうもありがとうございます。何か、質問を受けたいんですけれども、質問等あればお願いいたします。はい。広報担当です。先にやりスタートで、申し物というか、みんなで太陽の方に向かってお呼びしたと思うんですけど、今年もそれは予定とかされていますか？そうですね、はい、出発式として、朝、はい、ライブ・ウォークともに別々という形です。そうですね、少し時間を戻して、はい、ありがとうございます。
はい、皆さん、こんにちは。優勝プール南条のソシャルにしております、北山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私ども、第1回目からですね、特別協賛ということで、弊社のグループ、本体であります、サティック、の方からですね、全面的な、サポートをさせていただいております。今年の、来年のですね、2月22日の、コスピは、近隣の市町村を、含めたコースの中ですね、やはり見応えのあるこのロケーションが多くあります、南城市の未来課内、またクスクロード、また私たち自慢のユニチホテルの専門もそうなんですが、そういったところを、楽しみながらですね、多くの皆さんが、ライドまたウォークという形で挑戦し、参加される、でその中でこの南城市の広大な文化、歴史、この琉球王朝時代からのですね、本当に財産、そういったものに触れることができる非常に大きなイベントだというふうに感じております。で私ども、遊園地ホテル南城の方では、先ほど市長からもありました通り、発着点ということで、医療法人、全体でもですね、しっかり今年も参加しながら、サポート体制を、今整えている、団体でございます。一人でも多くの皆様に、参加していただいてですね、私たち唯一ホテルとして、いたしましてもこの南城市の観光施設の、施設でありますので、しっかり PR という形で、ご協力させていただければなというふうに思っております。本当に一人でも多くの皆様のお越しを、お待ちしております。はい、以上でございます。ありがとうございました。久山こちらにどうもありがとうございました。本大会は10月5日、明日よりいよいよ参加者募集を開始いたします。家族から友人として参加いただき、和やかな分け合いとした平和の大会を目指したいと考えております。平和島と平和を直接が琉球最高の成長に移る南城市の魅力を満喫していただけるよう、そして参加者の健康増進、地域活性化に貢献できる大会に移っていって執行委員会一同、協力して取り組んでまいりたいと思っております。皆様ご支援ご協力どうもよろしくお願いいたします。以上をもちまして、2015沖縄エコスピリットライズ&ウォークに南城市の記者発表を終了して、したいと思います。本日は、お忙しいところ、誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。